シュレッドカイホークの酒井です。本日はですね、部品の方が届きましたので、開封動画という形で作りたいと思ってるんですが、今回注文した部品は、ショベルヘッドの前期、まあ、1200のバルブガイドを注文したんですよね。まあそこまあバルブガイドのシールとまあそれを注文したんですが、ちょっといろいろ今腰上の方の修理をしていましてですね、オーバーホールをしていまして、なかなかわからないこととかいっぱいあって、まあ手探りの状態で今やってるような感じなんですが、話させてください。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク DIY、 バイク購入についての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。あと同時にですね、動画のグッドボタンしていただけるとテンション上がりまして動画撮っていくことができますので、そちらもお願いします。直接私に連絡取りたいよっていう方おられましたら、概要欄の方に公式 LINE アカウントということで LINE 作ってありますので、そこから登録していただいてメッセージいただければ返信させていただきます。はい、では部品が届いた、バルブガイドが届いたということで、動画開封動画とさせていただきます。はい、これまあ来たんですけど、まあいつもの部品屋さんなんですけど、で、ちょっと分かったことがあるんですよね。で、何が分かったかって言いましたら、例えばこれ、前も少し話させていただいたんですけど、このバルブガイドには、オーバーサイズがあるっていうことなんですけど、オーバーサイズはこの外形の外形しかないんではないかっていうことで、で、まあ、1200cc のバルブ、ここの太さっていうのは、もう一定になってるんじゃないかっていうふうに僕は思ってたんですよ。そのまあ部品を注文するときにですね、あんまりこうないので、ここのオーバーサイズとかっていうのが、だから結局ここの穴の内径ですね、内径は全部同じで、この外径だけがまあちょっとオーバーサイズがあるというような形で思ってたんですけど、そのまあその部品屋さんに注文したときに、いやこれインとアウト、まあエキゾーストとインテークとエキゾーストということで、これサイズあるんですかみたいなことを質問したんですよ。そしたら、その年式はないということなんですよね。これすごくないですか。はい、今これ開けましたね。インテーク、そのインとアウトっていうのはこれ違いますよね。これで何か違いが、バルブガイドにも違いがあるのかなっていうところを僕は思ってたんですけど、この違いがね、この円の大きさが違うじゃないですか。だからインと、エキゾーストで違うのかなと思ったら、全部一緒ということなんですよ。うん、来ましたね。はい、これ4つ全部一緒になってます。はい、同じものですね。インもエキゾーストも全部一緒です。だからその年代、まあショベルヘッドの前期と言われているものは多分ないですね。ちょっと今これカッターで取ったんで出してみますね。はい、これです。出ました。ここスタンダードになってます。でちょっとね、これがノーマルなのか何なのか分かんないですけど、ちょっと細くなってるな。うん、で問題の内径って言いましょうか。これスッと入ればいいんですけど、うわー入らない。あ、入った。あ、やっぱりバリがあるのかな。え、こっち行ってみましょうか。入らない。どうしよう。え、どうしよう。なんか違うのか。入るんだけどね。けどこれちょっと、うわっ、いて。どうしよう。まあ、見た感じはまあまほぼほぼ一緒なんですけど、うん、内径もね、まあ一緒っぽいっすよ。ちょっと測ってみましょうか。うわー、これやばい動画だな、これ。よいしょ、ちょっと測ってみますね。で、これはシールなんですよね。シールは4つ買いました。はい。ちょっと。
まあ、とりあえず、あ、これがまあ買った方なんですけど、9.49、まあ、ちょっとこれ精度はあれなんですけど、まあ、9.54、コンマ04だもんね。 9.49 だね、やっぱりね。で、こっちが 9.5554 コンマ05、小さい。うわー、これどうしよう、どうするんだろう。ここをやっぱりやらないといけないんだね。うわ、バルブガイド難しいなー。ホーニングしない、今もうスッと入るようになったけど、ここまではね、うん、ここはさ、多分さ、ロッカーアームのシャフト、ロッカーアームでさ押されてるから、ちょっと潰れてるのかな、だから入りづらい。いやー、ちょっとこうやってホーニング、はい、ちょっとこれサイズはないんですよ。ここのバルブガイドの内径にのサイズはなくて、1200だったら、もうここのバルブガイド、バルブも、まあ一緒であろうっていう形だと思ってたんですけど、今これ新品買ったら、入らないっていう。やっぱりこっちのバルブも新品買わないとかんかったのかな。まあ、ちょっとそんなちょっと変なと開封動画でちょっとトラブってますけど、で、まあここ、まあこれはまあそうですよね、まあこれはシールなんで、あの、わかりますよね、これはシールなんで、ここの先っぽにつくっていうことですね。はい、じゃあちょっとまたこれ作業が本当はしたかった、これ打ち込んでっていう作業、こんなね会話だけどあれじゃなくて、ちゃんとした作業でというところではあったんですが、本日はちょっとバルブガイドの開封動画ということで作らさせていただきました。基本的にまあ、まあ多分これをホーニングするのか、ちょっと今いろいろ考えてます。はい。はい。ではちょっと本日動画終わります。ありがとうございました。